イルネリウス・イルネリウスは、イタリア、ボローニャの法学校で法学を講義した法学者で、注釈学派の階層。ベネリウスという名前のドイツ人であったとの説もあるが、はっきりしない。もともとは、文芸教師であった。1112年から1125年まで14年、足らずの間に神聖ローマ皇帝、ハインリヒ五世に、仕えたとされる。その後ボローニャの法学校で法学を講義する。 法実務と切り離された学問としての法学を確立した人物である。当時法学は人の行動に関わることから倫理学の一分野であると理解されていたが論理学の一分野であるとしてイタリアで再発見された学説遺産の写本の難解な用語をスコラ学を応用して研究し、写本の行間に注釈を書いたり、断外に注釈を書いたりした。 彼が研究をしていたボローニャに自然と学生が集まり、ギルドを作ったことが、近代的な大学の発展につながっていった。弟子に、四博士と呼ばれるブルガールスデブルガリニス、マルティーヌスゴシア、ヤコブス、フルゴがいる。後生、法の光と呼ばれた。ラ、グロッサ・インターリニアリスラ、グロッサ・マージニリスラ、ウニウェルシタスラ、クワター・ドクターズラ、バルガースデ・バルグリニツラ、 マルティヌスゴシアラ、ジャクバスラ、ヒューゴーラ、ルサーナユリス。ありがとうございます。